ニュースポストセブンです。大抜擢の理由です。4月からスタートする朝の情報番組デイデイに入社3年目を迎える黒田美優アナが出演することが発表されました。女子アナウォッチャーの丸山大二郎氏は黒田アナを将来のエース候補と分析、丸山氏はバラエティ番組ではコスプレやモノマネをノリノリでやるなどギャップも魅力的。今回の抜擢はエース三浦あさみアナの後継者候補として期待されているのではないでしょうかと絶賛しています。ニュースポストセブン。